こうやってたくさんの皆さんに見ていただいて、そしてまた皆さんにこう直接お会いしてありがとうございますと言える機会はなかなかないと思うので、すごく今日は嬉しいです。改めて本当に皆さんありがとうございます。皆さんのおかげでまたこうやって、こういうふうに立てることができて本当に嬉しいです。映画館に行かれたんですよね。はい、行きました。ご自身で、本当1週間前ぐらいですかね。そうですね、の月曜日の夜7時10分の回見ました。ね、その時も結構お客様いっぱいでした？はい、そうなんですよ。あの新宿ピカデリーさんで見たんですけど、ギリギリにチケット買おうと思ったらもう全然空いてなくて、あのこちら辺の端っこの方で見たんですけど、すごい、嬉しかったですね。自分の映画をそんな見に行こうなんて思ってなかったんですけど、あの誘ってくれたので、お友達がせっかくだからと思って一緒に見に行こうと思って行ったんですけど、なんか自分の映画を見るのもそうですけど、そうやってたくさんの方が見に来てくれてることがすごく嬉しかったです。私一人で見れると思うんですよ、この映画って。一人で見れるホラー映画かなって。一回目はこう怖い怖いなって言って、友達と見に行く、家族と見に行く。で二回目は一人でなんかこうじっとなんか見れる映画だなって私は思いますね。はい、だから一人で行ってみようかなみたいな。ね、女性でもね、本当にある意味一人で行っても大丈夫な映画かもしれませんね。そうですね、はい、あとなんかそうですね、こう見ててこううわっていうのはないと思うので、年齢関係なく見てもらえるっていうのはすごく思います。どこ行くにも皆さんなんかこう先回りして待ってくれていたりとか、すごいなかなか体験できないような歓迎を、あのそうですね、体験することができてすごく嬉しかったですね。なんかヤムチャは関東料理で、あの物を知らんやつだって台湾で、あのちょっと言われてた、批判されてたらしいんですけど、まあでもシューマイも出てきましたけどね、すっごい美味しかったですね。もうすっごい食べました。食べました。美味しかったですか？もう僕も横で見てて、うわすげえと思いました。なんかこう100メーター走みたいな感じでトーンとスタートして、はい、最後まで勢い止まらず、クラゲからクラゲに始まり、杏仁豆腐に終わるっていう。はい。すべて、すべて、すべて完食しました。まあ、完食っていうか、まあそれいっぱい、たくさんね。はい、3人前ぐらい食べました。もう監督さっき、ね、映画館入る前に女性のお客さんにも握手を求められたりされてて、知らなかったです。そうなんです。でもあのヒデシーって呼ばれていらっしゃいましたね。いや、何それ、恐竜みたいじゃないですか。あの船橋の非公認あのゆるキャラの船橋に弟子入りしたいと思ってるんですけどね、こう動きがこうもっとと、アグレッシブなね、ゆるキャラが、あの方のものすごいキレのいいこう飛びにはちょっとね、あすごい動く人ですよね。そうです、すごく叫びながら動くんで。叫ぶんですか？キュッみたいな、フギャーみたいな。へー、負けてないと思います。皆様スクリーンをご注目ください。なんと中田秀夫監督と黒百合団地プロデューサーチームによる新作ホラー映画の制作が決定いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。さらに黒百合団地の海外リメイクなど海外展開を視野に入れたビッグプロジェクトが立ち上がるということになりました。監督、いかがですか？本当なんですか？知りませんでした。まあ、あっちゃん演じるアスカで、あの南宮君演じる笹原、そしてミノル君、それぞれの行方が気になるとおっしゃってた、はい、ね、はい、今度は 何色のユリの咲く団地にお住まい？本当ですか？じゃあホラーだか紫あたりですか？あ、品よく一回休養したら、やっぱりあのあとやっぱり紫色の団地、ちょっとだけ白が混ざって、あ紫と白、いやいやすいませんよくわかる紫ユリ団地的なってからじゃないですかね、そうですね、じゃあこれから
ね、何の話をされてるんですか今。いやいやいや、これなんか随分こうなんかぼやーんとした感じだなと思って。あ、何を撮るか、あ、なるほどね。まあ、その3人の行方が気になるなっていうことは言えると思うし、はい、あっちゃんもそういうふうに言ってたなっていうぐらいの。お？